皆さん、こんにちは。今日は2022年1月27日木曜日です。今日のテーマ、中国の人口政府は嘘をよくつきますので、中国の人口の数字を改ざんもします。目的としては外国に対して中国の魅力を見せることです。そして、中国は大国ですよとアピールすることです。強い国ではないんですが、大国です。 そういうふうに自慢しています。私は動画でいろんな形で分析してきました。例えば赤ちゃんの生まれた数。赤ちゃんが生まれて24時間以内に BCG ワクチンの出荷の数。これを受けないといけませんので予防接種。そして戸籍の陶器の数について、えー、昨日の動画でも話をしました。今日は pcr 検査の数で分析したいと思います。びっくりすると思います。まず、北京のオリンピックについて情報の更新です。北京オリンピック協会が公開しました。1月25日、247名、外国から選手、また関係者は入国されました。12名、陽性、関係者、出てきました、感染者。また、それまでに到着された方、 それは選手であったり、関係者であったり、PCR 検査は毎日実施しますので、3名の陽性者は出ました。そのうち1名は選手の方です。1名はオリンピック開幕式に参加される外国の長官です。官僚です。しかし国名は当然ですが、発表しません。検査の統計では、ピッキーの空港に到着して陽性だと判明された数は55名です。 そして、北京のオリンピック中でのバブル中での感染者は38名です。現在、オリンピック村での隔離となっています。北京市の郵便局の長官は発言しました。まだ非常に面白いですが、北京市からの郵便物は正常ですよと、他の都市、市長は北京からの郵便物を受け取らないのはおかしいんですよ。ダメですよ。 というふうに発言しました。これはまさに意志を持ち上げて他人に投げようとしたんですが、でもその意志は重すぎて自分の足に落としてしまったんです。落としてしまったと言います。言葉ではありますが。中国の政府は外国からの郵便物は危険ですよと、ウイルスついていますよと宣伝しています。 しかし現在、中国はみんな知っています。北京の感染者は増えているんですよ。でも公開しないだけです。これで北京からの郵便物を受け取らないようにしています。なぜなら、郵便局の長官は先週、中国の配達、郵送の企業へ指導しました。郵便物での感染拡大の防止について対策をしてくださいというふうに言いました。 それで、中国の運送屋であったり、配達する企業は、北京からの郵便物を受け取らないというふうに発表しました。これは大変です。外国の郵便物が危険ですと宣伝しておいて、対策としては、まあ、結果としてですが、北京が対象になってしまいました。非常にどうかなと私は笑っていましたが。2、バイデンは四月25日発表しました。 東ヨーロッパで軍隊の配置を考えています。でもアメリカは軍隊をウクライナへの派遣は考えていません。そういうふうに発表しました。アメリカの国防長は8500名の米軍、警戒態勢に入ると言いました。もし NATO 組織が動くと8500名の米軍は介入すると言いました。これに対してロシアは批判しました。 アメリカの行動は危険ですよと、もっと緊張の体制になるというふうに発言しました。そして、ロシア軍の発表では、クリミア半島、そしてウクライナの近くで軍事演習をしますと、6000名の軍人と60機の戦闘機が参加しました。これは戦争準備ための検査と言っていました。バイデンは、その発言というのはすごいと思います。 ロシアは怖がっているのは NATO 組織です。しかし NATO 組織に強いのは米軍です。しかしバイデンは自分の意思をはっきり伝えました。ウクライナへ軍隊は派遣しませんよと。つまり戦うことはしませんという意味なんですよ。これで考えると、もし、もしですね、ロシアがウクライナに侵略すると、制裁だけになってしまうでしょう。 もしこれが成立すると、ロシアは安心したと思います。バイデンの考えは理解、把握できました。ロシア側としては。中国では、ウクライナは次のアフガニスタンになるでしょうか。アフガニスタンになるでしょうかと言われています。今回、ロシアの目標は実現するかどうか別にして、中国の目標は実現できました。と私は言います。 皆さんは怒らないでほしいんですが、バイデン大統領が今までその外交の方針、人権の問題、自分の価値観などなど主張してきました。いろんな組織を設立しました。すべて信用できないと判断します。2021年、バイデンはウクライナの大統領とホワイトハウスで会談しました。去年の9月でした。 両国の首脳の共同声明があります。専制主義との戦いです。ロシアと対立するウクライナへ軍事支援を打ち出したんです。しかし今回、バイデンの行動、発言の行動で判断できるのはバイデンは約束を守りません。例えば、4カ国会談どうですかオーカースどうですか台湾への約束は盤石のように揺れませんと言いますが、 本当にそうですか例えば、日米安全保障条約はどうでしょうか私は、バイデンの発言に対して、残念に思います。次ですが、3。1月25日、国際基金組織 IMF、世界の経済を予測発表しました。2022年、経済成長4.4%になるでしょうと予測しました。 これは2021年の予測よりマイナス0.5%です。中国に対して経済の成長を発表しました予測ですが、2022年5.6%から4.8%に下方修正しました。理由としては中国の不動産の発展は緩やかになってきました。そして個人の消費は厳しいです。また、感染ゼロ政策の影響もあります。 IMF、そして世界銀行もそうですが、中国政府にコントロールされている状態です。信用はできないんです。何を言っても信用はできないんです。4、WHO 事務局長、テトロス、えー、局長ですが、でも中国では、まあ、テ,トロステトロスさんとのことをですね、単純と言います。あの、テトロス、初期と言います。初期、タン初期と言います。5ヶ月、 えー、5ヶ月ですね。即答になるでしょうと。これは確定しました。なぜなら、唯一の候補者に指名されているからです。引き続き、WHO の初期として勤務されます。2017年、彼は初期となりました。えー、初期と強調しましたが。初めて、アフリカ出身の局長となりました。事務局長の任期は5年間です。再選は一度だけ認められています。当時、 武漢から感染者はいっぱい出ました。彼は中国の言いなりとなって中国政府を守りました。しかし今年は変わりました。中国政府との距離は置いているように見えています。引き続き見ていきたいと思います。次です。5。中国銀行委員会が発表しました。2021年、中国銀行の不良債権は3.1兆元でした。 2020年は不良債権3.02兆元でした。そういうふうに発表されています。実際的にもっと多いはずです。次ですが、6。日本の不動産について。コメントでも書いてありましたが、日本不動産経済研究所1月25日発表されています。2021年、東京の不動産新築マンションの値段は価格1990年を超えますと。つまり、 バブルの時代を超えたんです。物件の平均価格6260万円です。過去最高を更新しました。2020年より2.9%の増加です。1990年、東京の不動産、新築でしたが平均6123万円でした。他のデータもありましたが、東京の区とか分けて。 分析はありま,したがまとめると30年以来初めて1990年バブルの時代を超えましたと。理由も発表されていますが、コロナ禍の影響で多くの方は家にいるようになって需要が増えていると。また、世界的な金融緩和の原因もあります。この理由というのはアメリカと同じなんです。 家にいる時間が長いですので、需要が出てくる。また、広い住宅が必要が出てくるというふうに分析されています。しかしですね、中国人が買うから、日本の不動産市場が上昇したとは思えないんです。一部の中国人は買います。でも、東京都の不動産がこの原因で上昇するとは思えないんですね。難しいんです。例えば、カナダ。 アメリカの不動産価格も上昇しています。私が思いますが、コストとつ、現在の問題、原因もあると思います。まだこれから長い間、世界の産業が落ち着くまで、インフレは続くでしょうと思います。値段は上昇する。二つの原因があります。大体ですね。一つは、需要と供給です。二つ目は、インフレなんです。これは、 紙幣通貨の価値が下がるという意味なんです。例えば、自動車の値段も上がるかもしれません、これから。なぜなら、原材料、そして半導体などなどの問題がありますので、上がるかもしれません、えー。今日のテーマですが、今の中国の現状ですが、西安はロックダウン解除しました。うん、大体ですが、中国は一つのロックダウンとなって、1ヶ月から2ヶ月ぐらいで解除となります。 しかし、天津、停州は、引き続き、感染者は増えている状態です。中国では、感染者ゼロ施策、全員 PC 検 PCR 検査を実施するという意味なんですよ。そして、一人も漏れない。絶対に、人全員ですね、PCR 検査を受けてもらうと。昼は逃げるかもしれません。漏れるかもしれません。これで、夜、深夜、朝の2時、3時、急にドアを叩きます。 え、起きろと。ドアを開けてくれと。降りて来い。PCR 検査を実施するからと。そして、家に入って様子も見ます。普段、監視もしますが、中国で全員 PCR 検査を受けますので、上の年齢というのは上限はないんです。下は、一応あります。8ヶ月以上です。赤ちゃんです。 ただ、これは地域、場所によって違いますので、例えば、6ヶ月の赤ちゃんも受けないといけない場所もあります。具体的なルールはないのが現状なんです。ただ、イメージとして、動ける方が対象となりますので、まだ、PCR 検査は中央政府が決めた国策なんです。なぜなら、感染者はゼロにするという政策です。 なので、地方政府は毎回 PCR 検査の人数を公開しています。これは地方政府に対してアピールでもありますので。これで第7回、国勢調査、中国では人口調査と言いますが、と比べてみたいと思います。国勢調査は2020年11月から2020年の2021年の5月まででした。非常にび私はびっくりしましたが、まず一つ、転身です。 国勢調査では1386万人いました。それは第6回より92万人の増加です。中国の国勢調査は10年間に1回です。なので10年前と比べると92万人増加しました。しかし、PCR 検査の実施を受けた人数は1250万人です。つまり、 136万人は減りました。約9.85%の人口は消えたと言います。約10%と言ってもいいんですが。でも条件があります。1386万人というのは天使に住んでいる人口です。これは外来人口も含まれています。そこに住んでいるという意味なんです。当然ですが、136万人のうち一部の方は田舎に帰省しました。帰りました。 お正月で帰りました。でも、確率は高すぎです。10人中に1人、天津から帰省しましたと。しかし、1つのデータあります。これは、中国政府は発表しました。元旦まで、天津の大学の一部の大学ですが、冬休みに入りました。約40万人の学生と先生たちは、天津から出ましたと。 でもその後、転身はほぼ閉鎖している状態です。今もそうです。これで136万人、えー、マイナス40万人でしたら約100万人は消えました。非常にびっくりしました。次は、定州です。国勢調査では1260万人です。10年前より397万人増加です。すごい増加しました。PCR 検査では1118万人です。 つまり142万人消えたんです。約11.27%減りました。これは改ざんでしょうと私は思います。3. 武漢です。これは面白いです。非常にわかりません。国勢調査では1232万人でした。10年前より254万人増加しました。しかし PCR 検査では1123万人でした。 109万人消えたんです。部下の人口っていうのは現在でも謎なんですよ。2020年4月でしたが、当時落ち着いたんです。ある程度落ち着いたんです。400万人消えたんです。消えました。携帯、スマホの番号ですが。当時の人口は800万人強と発表されています。しかし、2020年11月、まだ1332万人になったんです。急増しました。 なぜでしょうかわかりません。でも、PCR 検査は国策ですので、真実の人口だと思います。なので、1123万人が正しいでしょうと思います。4. 西安国勢調査は1295万人です。10年前より448万人増加しました。これはまだすごいです。PCR 検査では1231万人です。 約64万人減です。西安は一番マシなんです。5%以下の3ありますので、まだ良いでしょう。西安は急にロックダウンとなったんです。ロックダウンとなって、今はロックダウン解除となって、列車の駅には人がいっぱいです。なので、西安の人口というのは、ロックダウンとなってすぐに出ていく人はいなかったでしょうと思います。そんなに多くなかったと思います。5、ハルビンです。 国勢調査ではちょうど1000万人でした。10年前より62万人減少です。東北地域は全体的に人口が減っています。しかし、PCR 検査では790万人しかいません。210万人消えたんです。21%の減です。原因2つでしょうと思いますが、1つは当然ですが人口の改ざんでした。1つは うん、ハルビンもそうですが、東北地域の若,若い者も,もそうですしあの、みんなですね、継続的にハルビンから、あるいはこの地域から出ていたと思います。中国の政府は嘘をつきます。まあ、改ざんもします。数字を一つ改ざんするといつかはばれてしまいます。なぜなら、他の数字、あの関連する数字ですが出てくると、計算して合わないんです。 しかし、天津、天州、西安、ハルビンであっても、みんな東海なんです。東海ですら、この状態なんです。東海ではない都市、あまり目立たない都市ですと、解散、改ざんというのはもっとひどいでしょうと思います。最後の国勢調査というのは、半年過ぎでも人口の数だけは発表しなかったんです。中央政府は。我々の予測ですが、20%、 増やして発表したと思います。つまり、中国の人口は12.5あるいは12.67前後でしょうと思います。14億人ではないです。もう大国ではないというふうに思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。